舞台美術を担当しています田中俊恵です。舞台監督をしております安田と申します。美智子さんは市民劇何度か関わっていただいてますが、今回で何作品になるんでしょう。最初が話車から話市民劇自体が天岡で7作品目なんですけど、話車は端っこでもまあ端っこはってこと、あの町の物語はこれはつながってるから、うんですね、繋がってて2作品、うん、で去年のグッバイフランケンシュタイン天岡の5作品目ですかね、はい、7作品中5作品まあ、間はそうですね、間は空いてるやっていただいてるんですけど、市民劇は豊橋でやるのが、だし市民劇が豊橋以外ではやらない、やらないです十分です。豊橋もう豊橋だけでも十分です。よそでやる余力なんかも一切残ってない豊橋でやったらもうそれだけでも他では手を出せませんもう本当に時間の使い方で、あの朝起きておじいちゃんおばあちゃんや子供や旦那さんの支度をし、あの女性の方はで、男性の方もお家の方の介護とか思うじゃないかもしれないから、なんか朝まず生活をし、そして昼間仕事をし、その後になおかつこれをやりに来るかっていう人たちとの時間の使い方でもしくはあのそういうことを全部一生懸命やってこられてちょっと時間が空いたよっていう人が来てくれるっていうことの、あの人種ではない世界で延々やってきたので、まあそういう人たちもいっぱいいるんですけど、一日の中でそれをこなしてこの3時間、夜の3時間をなおかつこんな大変なことに手を出そうと思う人たちが集まってるっていうのが一番違うところかな。そのプロになろうと思ってずっとすごい働いてプロになるためにやるのとは違うスタンスで、これだけの仕事量をこなしてここに来て、なおかつ夜お風呂の掃除して朝のご飯の支度して寝てるようなその生活の中にこれが何の意味があって皆さんここに来てるのかっていうことをやっぱりちょっと考えて、演劇ってあの変な話だけど、ここに来て初めて生活にとっての演劇って何だろうなっていうことはすごく考えさせられる、うん、なので新しくこうなんだろう、視野が開いたっていうのはもちろんある。で、演劇の人たちは変な人だと思ってたんですけど、大体ね、大体ちょっと変わってるって思ったら、豊橋に来たら一般社会の方が変わった人が多いっていう、これ市民ってなんだっていう気持ちに、ちょっと待って、おかしい、この人たち社会人としておかしいって思う人がいっぱいいたので、ちょっとあの本当にちゃんと生活してる人でも不思議な人はいっぱいいるもんだっていうことも認識しました。